皆様こんにちは。言霊の先は国へようこそ。この番組は国語こそ祖国防衛の砦、日本を取り戻すには国語を取り戻すことからとの趣旨でお話をさせていただきます。さあ、本日お話しするのは国を守る者に対しての憧れの気持ちというテーマです。自衛隊のホームページを見ていましたら、このようなページを見つけました。それはある自衛隊の地方協力本部で新入隊員の方々が、まだとても若い人たちです、この入隊の決意を述べている、そうしたページでした。その中にはこんなお話がありました。ある男性の新入隊員の人はこう言ってます。私は幼い頃ブルーインパルスの勇士を見学し、自衛隊そしてパイロットという職業に憧れを抱くようになりました。大学時代においては国防に関するさまざまな現状を知り、日本を取り巻く環境に危機感を覚えました。そこで私は憧れてあった自衛隊のパイロットとして国防に微力ながらも貢献していきたいと強く思うようになりました。次はある女性の方です。私はある本に出てくる海上自衛官に憧れて自衛隊入隊を決意しました。小説でしょうか。その自衛官は子どもたちを必死に守ろうと、制限があって動きにくい中でも敵と戦っていました。私はそういう姿に憧れ、私も人を守れる誇り高い仕事に就きたいと考えたのです。次も女性の方でして、私は航空自衛官である父の背中を見て育ちました。父のようになりたいと憧れを抱きと、この中ではですね、皆さんそれぞれに憧れという言葉を使っています。憧れという言葉を若い世代の人たちが国を守る自衛官の方々に持ち、そして自分も自衛官になりたいというふうに思う、それは非常に心打たれることだなというふうに思ったんです。ではその憧れという言葉は一体どういう語源があるのかということを調べてみました。この憧れというのは平安時代には憧るというふうな言葉で使われていたそうです。そして角川古語辞典などを見ていきますと、憧るとは心があることに惹かれてその方へふらふらとさまよう、心が惹かれてぼんやりするですとか、理想とするもの、目指すものに心が奪われて落ち着かなくなる、それを求めて思い焦がれるという意味があるそうです。今ですとね、憧れというとあれが素敵だなというふうによく思うという意味もありますけれども、この当時は狩るというのはこう心が離れていく、つまりその憧れ、いいと思っているものの対象に心がこう行ってしまうという意味があるそうで、現代よりももう少し強い意味がありそうです。ですからこの当時は恋愛の歌として歌われることが多かったんですね。例えばこちらの泉式部の五首一首に書いてあるこちらの和歌です。物思えば沢の蛍も我が身より、憧れいずる玉かとぞ見る。これはある男性にですね、こう別れを告げられてしまったり来なかったりして、その男性を思っている時の歌なんですが、物思いをしていると沢を飛び交っている蛍の火も私の身から離れ、さまよい出た魂ではないかと見えたのです、という和歌なんですよね。こう男性が来なくて、そしてその男性を思ってある神社にある川のところに来たそうなんです。そうするとその川べりには蛍がたくさん飛んでいまして、その男性のことを思いながらこう考えていると、あ、この蛍のように私の魂もこう出てしまいそうだというふうに歌っているという歌なんですよね。でもう一つ、今度は紀貫之の歌はもう少しこの恋心が重くなっている歌です。思い余り恋しき時は、宿枯れて憧れぬべき心地こそすれと、あなたへの守護が強くなりすぎて恋しくてならない時は、こう宿りから離れて、つまり私の体から心が離れてふらふらさまよってしまいそうな気持ちがするのですと。
このようにですね、心をここにあらずということよりももう少し強い思いで、まるで心が体から離れてしまいそうだという思いを歌っているわけですけれども、現代ですと、憧れというと、例えばこう、海が見える、カフェでコーヒーを飲むのが、そんな生活が憧れたなですとか、ああいうこうものを買ってみるのが憧れたなですとか、もう少しこう軽い意味で使っていることが多いかとは思うのですが、この平安時代や、この古代の時代なんかは、むしろもっと強い思い入れなんかを表していたのかもしれませんね。そう考えますと、先ほどの自衛隊の新入隊員の人たちが自衛隊に憧れたという思いも、そうした強い憧れ、心がですね、こう奪われるような、心が対象に強く向いてしまうような、そんな気持ちを持っておられた、そうしたものが語源だというふうに考えますと、非常にその新入隊員の方々に安全や平和を守ってもらう国民としては、非常にありがたく心強い思いを持ってしまいます。さて、そんな中でこの子どもたち、若い世代の人たちが、この大人の国を守る人たちに対して憧れの気持ちを持つ、志望の気持ちを持つというのは、大東亜戦争の時代も同じだったわけです。では、この番組の教科書でもあります、こちらの復刻版教科書シリーズの読み方、これはハート出版が出しております本ですが、実際に戦時中に子どもたちが読んでいた本です。この読み方の中から、海軍の兄さんという作品をご紹介いたしましょう。こちらです。海軍の兄さん、僕というのはイサムさんという男の子ですが、僕が本を読んでいると靴の音がして、誰か家へ入ってきました。出てみると海軍の兄さんでした。兄さんはニコニコしながら座敷へ上がって、お父さんにご挨拶をしました。裏の畑にいたお母さんも駆けてきて、頭から手ぬぐいを取りながら、よく帰ってきましたねと嬉しそうにおっしゃいました。兄さんは前よりもずっと色が黒くなって強そうに見えました。お母さんはお茶を入れて、本当にしばらくでしたね、一つお上がりとおっしゃいました。僕は嬉しくて兄さんの周りを飛び歩きました。兄さんは、イサム、大きくなったね、いい子になったと言いました。僕も大きくなったら海軍だよ兄さんと言うと、それはいい、大丈夫、なれるよと兄さんは僕の頭を撫でてくれました。僕は嬉しくてたまりません。兄さんの帽子をかぶると、お父さんが、可愛らしい水兵さんだぞと言ってお笑いになりました。帽子には金で字が書いてありました。大日本、その次は何と読むの兄さん。大日本帝国、わかった、大日本帝国海軍そうだ、よく読めたね。兄さんと一緒にお風呂に入りました。それからみんなでご飯をいただきました。兄さんは始終ニコニコしながら、軍艦や飛行機の面白い話をいろいろとしてくれました。兄さんの乗っている加賀は航空母艦で、たくさんの飛行機が広い甲板から勇ましく飛んでいくようです。軍艦といっても加賀などは動く飛行場のようなものですよと兄さんは言いました。お父さんはほうほうと言いながら感心して聞いていらっしゃいました。寝る時には僕は兄さんと並んで寝ましたというお話です。いかがでしょうか。このイサムさんが、この物語の中では憧れという単語こそないものの、イサムさんが兄さんに対して憧れの気持ち、尊敬の気持ち、志望の気持ちを持っていること、そしてそれを兄さんが受け止め、このイサムさんに対して心から可愛い、愛しいと思う気持ちが、この作品の中に現れていますね。いつの時代も子どもたちにとって、国を守ってくれる人、何かを守ってくれる人に対して憧れ、尊敬の気持ちを持つものは、どの時代も変わらないものです。
現代戦後というものを考えてみましても、子どもたちはヒーローに対して憧れの気持ちを持ってみました。怪獣から地球を守ってくれるウルトラマンであったり、私の世代の時は例えばドラゴンボール Z だったでしょうかね。そうしたこう宇宙からの、こう星からやってくる人から地球を守るという設定であったり、現代で言いますと鬼から人間を守る、そんな鬼滅の刃も流行りました。そのようにヒーローに対しての憧れの気持ちというのは、どの時代も子どもたちの心から奪えないものです。そうした中で、現代の若い世代の人たちが国を、日本を守ってくれる自衛隊の方々に対して憧れの気持ちを持つというものは非常にありがたいものだなと。それはこの海軍の兄さんに対して憧れの気持ちを持っていた勇さんと同じだなということを思いながら、この読み方という教科書を読みました。ということで、日本を守るにはまずはこうした祖国を守る、防衛を守る、そんな人たちの憧れの気持ちということが大事だなということを今回しみじみと思いました。それではご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。